皆さんから話がありましたけれども、こうやって改めていろんな団体を見るとですね、あ、こういう活動が生き残ってきたのか、あるいはこういう活動が求められているのか、こう復興支援という、まあ、あの一言で言ってしまうわけですけれども、何が求められているのかっていうことを知る非常に勉強になったということがあります。で、中では非常に大々的な活動をして、まあ、あの国から補助金をもらって大々的にやってる団体もあるわけですね。そういうところは我々がわざわざ表彰しなくてもいいだろうという思いがあり、そういうではないけれどもちゃんと地道にやっているところを選ぼうよねというのが、まあ、コンセンサスとしてあったかなというふうに思います。他にございますか。